反乱を。劉備殿はあの砦に追い込まれている様子。ここからなら敵の目につかない。早く合流しましょう。仲間の危機なのじゃ。わらわも頑張って劉備を助けるのじゃ。来てくれたのか。増援はありがたいが、我らは盛況な織田軍の前に壊滅寸前だ。竜これ式の力では信長に逆らうことも世を変えることもできる。全軍劉備を潰せ。手加減はできない。私はなんと非力なんだ。もとの世でここでも何も変えられない。劉備全力だ。まだ諦めないでください。なんとか活路を開きましょう。幸い我らはこの辺りの地理には明るい。感動を抜け撤退しましょう。分かった。皆力を合わせてこの七を脱するのだ。信長様、劉備軍は撤退を開始したようです。いかがなさいますか。人間一人残らず打ち果たせ。まずい。早く劉備殿に逃げてもらわないと。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。信長様の命令です。ここで散っていただきます。これ以上戦えません。わかるぜ。なんて娘と戦うなんて考えたくもねえ。ここで口を発せ。信長が劉備に近づいておる。早よ行かねば危ないのじゃ。俺に考えがあります。まず感動から敵を排除してください。おめえの策に乗るしかなさそうだ。感動に入ろうとする敵は俺が止めてやる。撃ち取ったい。一人では信長から腕輪を取り戻せない。そう思い劉備殿に協力を求めたのだが、信長に感づかれこのざまだ。いざ参る。すまない、私のせいで皆を窮地に。踏み止むことはありません。今度は私がお助けいたします。絶対に誰も通さねえ。ここが延期と長期の大舞台だ。前行くな。なんて強さだ。長期待てっこねえ。兄者のためなら体張るぐらいなんともねえ。俺が出る。さあ命が惜しくねえ奴はどいつだ。手加減はできない。よくとくすまない。させん。いざ参る。全力だ。お前こそ真の三国無双だ。長子竜剣山。劉備につく者は名伝入り。行くぞ。
面白い。信長、なんとか退けたのか。あなたは随分元気らしい。そう、とても素晴らしいことです。我が知略に挑もうとは無謀だな。私が負けただと。シジオ殿はもう撤退したようね。その分私が頑張らないと。新手か。邪魔するならお返しをしてやらなきゃ。ソチがいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。諸葛亮殿がいない劉備軍が相手だ。この私とも十分立ち向かえよう。諸葛亮とやらがいなくてもわらわたちは十分強いのじゃ。あなたは随分元気らしい。そう、とても素晴らしいことですよ。俺の負けだ。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。大殿のためご主とある。これは柴田勝家殿か。この雪村、全力で当たらせてもらう。ここに来たのね。兵を伏せていたのか。何だろう。これまでか。リヘア、この雪村が最後まで劉備殿をお守りします。今だ。食らえ敵将。何かを変えるには力と覚悟が必要。そうでしょ。信長には覚悟がある。もちろん。あの人は孤独な戦いを選んだの。やりましたね。無事撤退することができました。なんとかなったか。これも皆の協力あってのことだ。劉備殿には迷惑をかけてしまったが、こんなつもりではなかったのだが。やった。うまくいってよかった。